僕、在日韓国人なんですよ。いや、俺もやけど。あ、え、そうなの？俺ってか、俺4分の1。あ、おじいちゃんがそうやから。あー、強い。クォーターなんだよ、俺は。そう。順です。うん、だから俺、韓国大好きやし。だから多分、血があるから、韓国行った時のご飯が、すげえ美味しいなと思って。いやー。だから地元韓国在日しかおらんかったから、局しかおらんかったから。俺からしたら韓国も日本も一緒やから。兄弟みたいなもんやんか。俺からしたらね。みんなで仲良くしたいなと俺思うけど、もちろん、こう仲悪い人なの。憲法改正はもうないと思ってます。あれをしてしまったら日本が日本じゃなくなる気がします。ですよね、高橋さん。ほんまにないですよね、あれは。あれに関しては猛反対したいけど、まあ、結局3分の2ね、与党が占めてしまったから、もう、防ぎようがないのかなっていう気はしてますけど。でも、国民投票みたいなのがあるみたいだからね、それで不正さえなければ、日本人はみんな多分反対すると思うんですよね、普通で考えて。